オレカ TX は、バスク地方の伝統的民族楽器であるチャラパルタの演奏グループ。イゴル・オジョアとアルカイツ・マルティネス・デ・サン、ビセンテの二人からなる。イゴル・オジョアとアルカイツ・マルティネス・デ・サン・ビセンテが、結成したオレカ TX は、1990年代末からケパ、フンケラのバンドに加わって、コンサートやアルバムに参加し、取引者や他の民族楽器との合奏を行っている。 オレカ TX は、珍しい木材で作られたチャラパルタを使用している。ケパ、フンケラの講演のもと、2000年には、ファーストアルバム、クワーカス・エンドオフナというアルバムを発表し、フィルカニンガムなど多くの民族音楽家とコラボレートした。オレカ TX は単独での演奏活動も行っており、世界の人々の多様性や、相互理解を深める目的で、インド、 フィンランド、サハラ砂漠、モンゴルなど様々な国を旅し、文明から帰りした土地の楽器や文化との調和を、試みた。2006年には、セカンドアルバム、ノマダク TX を発表し、演奏旅行を記録したドキュメンタリー映画、遊牧のチャラパルタバスクマボロシの伝統だ楽器奏者、オレカ TX の旅が公開された。サンセバスティアン国際映画祭の死刑賞特別な、 試天部門やダーバン国際映画祭の審査員、特別賞など、世界中の映画祭で8部門に、ノミネートされて7部門を受賞した。日本においてこの映画は、2013年の放日時に、東京、渋谷のアップリンクや大阪、13の第7芸術劇場で公開された。2013年には、サードアルバム、シレックスを発表した。バスク地方の角笛であるアルボカ、 北インドの太鼓であるタブラー、ギリシャの弦楽器であるブズーキなどの音も取り入れ、バスク地方を代表するミュージシャンであるオシコリアベニート、レルチュンディなどともコラボレートした。オレカ TX は2000年と2013年に日本を訪れて講演を行っている。2000年には取引者奏者のケパフンケラのサポートとして講演を行い、 各地で日本スペイン交流400周年記念イベントが開催された2013年10月の訪日時には外多奏者のカルロス・ヌニエスやフラメンコピアニストのピー・リッカルド・ミーニョと共に東京都の墨田トリホニーホール、埼玉県の所沢市民文化センターミューズ、静岡県の八重洲文化会館の3カ所で講演を行った。2016年にも再度訪日し、東京、 渋谷の新国立劇場で行われる平山元子の新作ダンス公演に参加予定である。ありがとうございます。